17フレットまでしかもうポジションマークついてないんですよ。もう弾くなっていう話です。もうここも入らないし。ほんとくさ。ガンガン。もうギリギリ弾けるから。すごく難しい絵ですよね。なんかもうちょっと柔らかい、音が柔らかいというか、とてもリアとは思えない、フロントなのっていうような音してますよね。なんかフロントにしてはあんま変わらないみたいな気もしますけどね。これ気のせいか。まあまあまあ違うか。まあ違うけど、うん。なんかパッと聞いた感じ、あれそんなに変わらない、フロントとリアみたいな気がちょっとしましたね。ハイポジの弾き具合どうですか？ハイポジの弾き具合は、弾き具合とか言うか、そもそもこれ見てください。もう15、17フレットまでしかもうポジションマークついてないんですよ。もう弾くなっていう話です。もうここも入らないし。まあ、こんな感じになります。22フレットとか21フレットからの。こういう感じになります。コーリングももうきついかもな。もうこれがちょっと邪魔。ここがもう当たってます。もっと歪ましてみましょうか。ビグスビーのアームの感じはやっぱりね、まだ安定してないっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱ使ったらもうチューニングくるんで、あんま使ってないです、うん、あと、普通のアームと比べたらやっぱ音下がる範囲がめちゃめちゃ狭いですね。だからスクイールとかやっても全然あの思ってる感じにはならないです。まあじゃあ一回やってみましょう。ソーミーソーミーソーって感じですよね。2音ぐらいしか下がらないっていう話ですね。タック松本もごくまれにネックベンドとかやりますけど、そういうものの代わりにはなるかもっていうぐらいで、あの本当にアーミングの昔の初期ビーズのアーミングみたいなプレイはもう全くできないと思ってた方がいいですね。これではあ、だからドクサ、こういうギターでなんかそういうなんていうの、あの長い愛のリフみたいな、そういうのを弾いてもうやっぱ比較としては面白いかもしれないですね。そのギターでそんなの弾くのみたいな。ワイルドウィンドみたいな、クランチかな、でも結構歪んでるかなみたいなやつは、このギターを使えば普段通りの音で弾けば自然と出るかも。自然と出るかも。高評価およびチャンネル登録およびコメントね、そしてチャンネル登録をしてコメントをどしどし書き込んでいってください。よろしくお願いします。スピリットルース、ガンガン。いや、ここもこの高さ弾きにくいな。全然良くない。どうやってもやっぱあの感じが出ないですね、はい、さよならなんかは言わせない。やっぱなんか弾きにくいな。
界でしたね、もう 20フレットとか、はい、もう限界、全然ちゃんとチョーキングとかができない、珍しくチョーキングのピッチ激悪テラーニでございます。珍しいのか、本当に珍しいのかな、誰かあのコメントで言ってくれないとね、そういうことね、自分で言ってるとアホみたいなんで、はい、珍しくピッチ悪いかもしれないですね、わらわらみたいな、リアルシミシェイクスね。丸いですね。フィア。この生音がすごい。弾きにくい。まあ弾きにくいっていうのはこの慣れないっていう話ね。俺がギリギリちょっと触り弾いておきましょうか。はい、ということでギリギリチョップでした。モンスターね、なんかこれは全然違うんだけれども、こういうなんかちょっとやっぱこういうフレーズが似合うのかも。なんかこれはこれでいい気がしますね。モンスターゼロね。ゼロも意外といいかな。セブンスヘブン。これもなんか別にクリーンで弾いてもかっこいいフレーズなので、この手のやつは大丈夫っていう感じかな、が見えてきたのかな、うん、あギターソロの前ね、そこ難しいんですよ。どうかな、意外とイマイチだったかも。ちょっともっとはっきりした音で弾きたいやつですね、これ。ランね、プレジャーは上すぎてテテテテテだったら弾けない、弾けない問題。もうギリギリ弾けるから、歪み締め切ります。歪みはもうゼロとランでいきます。あ、オーガールな、オーガール入れたくなったからゼロとオーガールとランにしましょうか、うん、